選手としても監督としても超一流であった落合博満。その発言や目線は他の選手とは一味変わっており、とても独特である。そんな落合が絶賛する選手や批判した選手ももちろん独特であるに違いないだろう。全くもって想像できない落合の世界観を今回は体感していただこう。まず落合が最も絶賛している選手として有名なのは前田智則と一郎である。落合は1999年のインタビューで、今の日本球界に俺は二人の天才打者がいると思っている。一人が一郎で、もう一人が前田なんだと絶賛している。さらに、前田は泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスの家康タイプ、泣かぬなら泣かせて見ようホトトギスの秀吉タイプが一郎だと歴史上の人物に例えて二人を解説していた。そういえば、この落合が認めた二人の天才に関しては以前の動画で詳しく紹介している。こちらの動画を先に見ていただけると、この動画をより楽しむことができるのでぜひ見てほしい。動画は概要欄に貼っておきます。そして、前田に対しては特に打撃フォームを評価しており、自身がリトルリーグのコーチをするときも、プロの真似をするなら広島の前田をお手本にしなさい、というほどだ。また、落合を真似することについて問われると、真似るとスランプに陥る可能性があるので絶対にやめなさい、と注意した。やはり自身でもあの変態的な打撃は自負していたということか。ちなみに落合は、俺と同じ打撃ができるのは石峰和彦だけ、と石峰のことも評価しており、自身が監督に就任している間は石峰を打撃コーチとして起用し続けた。落合は石峰の内角打ちを評価していたようだが、ということは石峰も変態的な打撃ということであり、そんな人物がコーチを務めたとなれば見事に2011年の中日のような頻打のチームが出来上がるというわけだ。一方、落合が認めたもう一人の天才、一郎については、バッティングというものを180度変えてくれた、と評している。落合は、バッティングとは自分の待っている球をいかに呼び込み、自分の形で仕留めるか、という理論を持っていた。しかし、一郎が現れてからは、待っている球が来なかったら、自分から近づいて仕留める、という一郎にしかできないバッティングを見て常識を覆されたという。そして、1999年、前年で引退した落合は解説者として初めて一郎と対談することになった。ここでの会話は我々一般人では到底理解のできないレベルの高すぎる内容だったのである。そこで落合は、一郎が昨シーズンの好調時とシーズンオフとのバッティングフォームの微妙な違いに気づき、俺だけが心配しているんだろうけど、と言いながら的確なアドバイスを送る。一郎もすぐさま落合の言葉を理解し、そこから二人にしかわからない野球談義を繰り広げたのだった。このアドバイスを受けた一郎は、ありがとうございました。自分ではなかなか気づくことができないので、と感謝を述べた後に、誰も言ってくれる人がいないので、と悲しそうに呟いた。落合はそれに対し、いないんだね、周りの人はね、と笑い飛ばした。一郎は当時、5年連続首位打者を取っていたスーパースターであったこともあり、周りが気を使ってアドバイスできない状況であった。そして、落合自身も、苦労なく打てていたのはロッテ時代のほんの数年、というくらい常に打てるフォームを模索していた中で、三冠王に気を使ってアドバイスできる人が周りにいなかった。そういった心境も理解していたのだろう。皆さんも誰かに怒られて、怒ってくれる人がいるだけありがたいよ、なんて言われたこともあるだろう。この天才二人が体感できないことをできているのだから、これからも自信を持って怒られようではないか。また、この対談で落合は一郎のメジャー行きについても言及している。当時はまだ日本人野手でメジャーに挑戦した選手もおらず、一郎もまだメジャーに対しての思いを口にしていなかった。その中で落合は二つの質問を投げかけている。一つは、メジャーで何番を打ちたい。もう一つは、アメリカで10年、15年やって最終的にはアメリカで終わる、日本で終わる、とあたかもメジャーに挑戦するどころか成功することも予知していたかのような質問に一郎も少し戸惑いを見せていた。一つ目の質問に対し、1番、2番もしくは7から下、という一郎に対し、2番を打たせたら最高に2番になると思うと自信満々に回答。もしもっとすごい奴がいれば、と一郎も謙遜しようとすると、落合はすかさず、いない、と一刀両断。また、二つ目の質問に一郎が、理想は日本に帰ってきてもう一回バリバリできればいいと思いますけど、と答えた際には、それを期待していますと返し、対談を締めくくった。落合がここまで人を褒めるのは珍しいし、何よりこんなに楽しそうに話す落合は初めて見たかもしれない。メジャーといえば、エンゼルスの大谷翔平も落合が認める選手の一人だ。2021年はア・リーグの MVP も獲得した大谷に対しては、彼はあれで結果を残しているんだから、あれでいいんですよ。誰も文句の言いようがないんだから、と二刀流としての成功を絶賛している。特に大谷がプロ入りした当初、ほとんどの評論家が二刀流に苦言を呈する中、せっかく自分がやりたいと言っているのに、その目をつむ必要がどこにあるのか、と二刀流に肯定的な姿勢を見せていた。
ちなみに落合は息子の福士に、大谷の記念切手、予約しといてくれ、とお願いするくらい隠れファンらしい。清原和博は、落合が絶賛もしているし批判もしているという珍しい選手である。前田が家康、一郎が秀吉なら清原は、中野なら殺してしまえホトトギスの織田信長なのではないかと個人的に感じている。落合と清原の関係といえば1996年オフに清原が FA で巨人に移籍する際に、追い出される形で落合が日本ハムに移籍するなど因縁の間柄である。ただ、清原の実力は認めていたようで、一緒にやっていく時に抜かれるとか負ける気はしないけど、辞めた後に全ての数字は清原が抜いてくんだろうと思ってた、と語っている。また、1988年の日本シリーズでは西武の4番清原が場外ホームランを含む3本、4打点を挙げたのに対し、中日の4番落合はホームラン、打点ともにゼロであった。その結果に比例するように西武が圧勝で日本一に。落合も日本一を逃した理由として、4番の差、と敗北宣言をしている。これには落合を師と仰ぐ清原も、野球人生の中でそれは一つの勲章なんですよ。落合さんにそんなことを言ってもらったって、と嬉しさを隠せなかった。一方で、清原の全盛期は高校からプロ入り1年目までだった、と批判もしている。また、清原がプロ4年目の時に対談をした際には、お前下手くそ、このままでは無冠の帝王で終わるぞ、とボロクソにこき下ろした。しかし、落合がここまで言うことは珍しく、それほど当時の清原に対して期待をしていたことが伺える。この対談の中で落合は清原がまだ22歳ということを知り、そんな若いなんて知らなかった。だってお前老けてるもんなと言うと、さすがの清原も、見た目が老けてる落合さんに言われるなら老けてるってことですね、とジャブを打ち大御所に引けを取らない返しを見せた。まさか数十年後にシャブを打って取り返しのつかない大ごとになるとは思いもよらなかっただろうが。落合が選手を批判することはそうそうない。しかし、ボール球を振る選手に対しては苦言を呈することが多い。絶賛していた一郎ですら、一郎がストライクにしか手を出さないタイプだったらもっと成績を残せてたんじゃないだろうか、としており、清原が巨人に移籍して不調に陥った際も、プレッシャーじゃない。技術がない。ボール球に手を出しすぎていると批判している。そして、それは2021年に大ブレイクした、ラオウことオリックス杉本裕太郎も例外ではない。落合は、このパリーグのホームラン王に対して一定の評価はしているものの日本シリーズ第6戦で3三振したことに対し、あそこまでボール球振ったらいかんね。それもインサイドに来るの分かっているでしょ。本人の中で無我夢中だった感じなのかなと指摘した。また、内角の球が見極められないと外角の球も見極めることができないと杉本が内角も外角もどっちも手を出していたことに対しても苦言している。さらに、杉本以外の若手選手全般に対しても、何考えて振っているか、わからない。すべてのボールに対応しようとしている。この打席で何を待っているのか、意図が見えない。割り切りがあってもいいんだけど、何でもかんでも来たら振る、と考えることをしないことに熱烈に批判をしていた。落合といえば1989年、自身の調整法に関して口を出す星野仙一監督に対して、あんなやつ、無視しろ、というくらい確執が取り沙汰されていた。また、自身が中日の監督時代には長年根付いていた鉄拳制裁の文化をなくしたほど、星野に対して批判的であった。その星野の意思を継ぐ立浪和義に対しても良い思いを持っていなかったとも言われている。立浪といえばミスタードラゴンズと言われるくらいファンから愛されたレジェンドであるが、その立浪が引退後に背番号3を永久欠番にしようという署名活動があったにもかかわらず、愛弟子である森野正彦に背番号3を付けさせようとした。また、立浪が監督になるのにここまで時間がかかったのも落合が監督 GM をしていたからという噂もある。そして、立浪も、実は落合監督とあまり関係は良くなかった、と笑いながらではあるが話している。そんな立浪が中日の監督になったが、それについて落合は、サンデーモーニング内で、野球には真面目ですよ、と答えている。これに、皆さんの気持ちを代弁するかのように司会の関口博士が、野球には、と繰り返しスタジオは大盛り上がりであった。選手としても監督としても一癖も二癖もある落合であるが言ってることは間違っていない。苦言を受けた選手も期待の表れだと思うので、今後さらに活躍するのを期待したい。ということでチャンネル登録するかどうかはお任せしますが、もう一本 K の動画をご視聴いただけると大変嬉しいです。